ご覧ください。スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆、熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。ドイツ対イタリア、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。熱戦の火蓋が切られました。ハイネ君、妖精のように待った。これが妖精、これはすいぞ。あと、支配だ。ここは2人で仕掛けてきた。ちょっと奪い返した。はっ、チアノ君、あざ笑うかのようなドリブル。パスを回す。両者激しく激突。これは互角の勝負だ。空高くで火花を散らす。カルツ君、この対決をものにして、無駄せず突き進め。ナイスプレーだ。2人の発進だ。バサレロ君、ここで止めた。行け、かばって振り切った。シルドインスライディング、ヨタロをすり抜けた。鮮やかなジャンプ、体とぶつかっていった。カッツが炸裂。ハイネ君、これが妖精のプレーだ。チャージが決まった。パスを回す。鮮やかなジャンプ、カッツが炸裂。マネトゥ君、パスを出します。敵陣へ攻め込んだ。かわした。行くぜ。これが俺のシュート。強烈なシュート、ここだ。ああ、片手で、すごいパワーだ。パスを回す。シュナイダー君、ここは勝負をかけた。シュナイダー君、ものともせず突き進む。バサレロ君、ここは抜かせません。シェスター君、ボールを奪った。連続突破で何だと。このタックルは不発に終わります。トリノ君、案外やるな。ここはパスを出した。シュナイダー君、ここは抜かせません。怒りの取り組み。バサレロ君、ここは抜かせません。みんなカテナチオだ。まさに勘抜き、カテナチオの構えに入りました。マックス君、ここからチャンスを作れるか。マーナス、一発とシュートを放った。ヘルナンデス君、がっちり止めた。パントキック、どこまで運べるか。ルチアーノ君、ロングパスを受けた。ここだ。まずいな。どうだ。ルチアーノ君、ナイスプレーだ。俺の前に立つんじゃねえ。素晴らしいテクニック、そして叩きつける。さあ、こいつで負けるか。横跳びで鋭く反応。おお、たやすく止めた。ハーレ君、パスを出します。ドリブルと見せかけてパス。マーガス君、ここで勝負を避けた。シュナイダー君、邪魔をする。止めるんだ。突き進む。シュナイダー君、ここからチャンスを作れるか。目にも止まらぬ仕事のシュート炸裂だ。真正面からシュートを受け止めた。止めた。さすがパーフェクトキーパー。パントキック、どこまで運べるか。ダイレクトでパス。俺たちの力を見せる時だ。ヘルマン魂を見せつけてくるのか。邪魔をさせる。ナイスプレー。突き進む。ボールを打たせ、高く足を振り上げた。ファイヤー。これはさらに威力を増したファイヤーキックだ。これを正面から抑えに行く。ヘルナンデス君、がっちり止めた。パントキックで大きく蹴り出した。シュナイダー、素早くつなぎます。シュナイダー君、そのまませず突き進む。スイス、シュナイダー君、ボールを受けて高く足を振り上げた。ファイヤー、これはさらに威力を増したファイヤーキットか。これはファイヤーキット、ゴール隅に決まった。父さんたち、見てくれたか。ボールを詰めてきた。どけ。ファイヤー。
コントロール。さあそれそれもちろん横にかわしてた。食らいやがれ。立ち合うのか。俺の邪魔させねえ。そして力の融合。さあ公開させてやる。すごいシュートだ。マガクー君これをブロックに行く。ボールの勢いを止められない。はぁ、マックス君ここはゴールを避けた。マガクー君飛び越えた。はぁ、敵陣へ攻め込みます。シェスター君このスライディングが決まった。まずい。それ横にかわして突破。はっ、シェスター君ナイスプレイ。シュート！ヘルナンデス君、このシュートを正面から受け止める。パントキック、どこまで運べるか。ダイレクトでパス。シュナイダー君、ロマトマスに突き進む。ヘルナンデス君、タックルを決めた。ハリネズミのごとく突破だ。ナイスプレイ。シュート！やめろと言ったのだ。このシュートを体で止めるつもりだ。ブロックされたボールは上空へ。ハイツ君センタリングを上げた。バカだ。このセンタリングをものにできるか。止めた。さすがパーフェクトキーパー。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。シェスター君ここから勝負を避けた。フランチェスコ君ここで止めた。シュナイダー君もろともせず突きず。ナイス、いい感じ。高く足を繰り上げた。はい、これはさらに威力を増したファイヤーショットか。これは反応しているぞ。見事なワンハンドキャッチ。時計は30分を過ぎました。前半のアディショナルタイム突入です。よし、これはドミン。ナイスだ。またファンが増えちゃうな。シュート、いっけー。鋭く反応。見事なワンハンドキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。シュナイダー、ここで奪った。体ごとぶつかっていった。ここから一気に攻め込みたいところ。いくぞ、シュナイダー君。決める。後方ファイヤーショットが効いていた。ヘルナンデス君がっちり止め。ドイツ、いよいよ後半戦開始です。パスを出します。それシュナイダー君、激しいタックル。両方ともせず突き進む。ボールを奪った。こいつだった。ハリネ君、敵陣まずい。固めて強烈トップシュート。このシュートを体で止めるつもりだ。マイヤー君、体を張ってボールを止めた。ジャンプ一番かわした。ドリブルを見送る。シュナイダー君、ものともせず突き進む。バサレル君、ここは抜かせません。トリノ君、どう素早く横にかわす。みんな守るぞ。まさに勘抜き。カテナチオの構えに入りました。鮮やかなジャンプ。ドリブルでボールを運ぶ。トリノ君、敵陣に必殺のシュートを放った。これこのシュートを体で止めるつもりだ。マイヤー君、シュートの勢いも体で止めました。コンティ君、素早く横にかわす。体ごとぶつかっていった。ハイネ君、ここは勝負を避けた。フェデリーコ君、ボールを奪うことができません。バサレロ君、激しいタックル。カルツ君、タックルを決めた。ハイネ君のボールを突破だ。低い制御が効きました。なんだと。バサレロ君、激しいタックル。かわして振り切った。ルチアーノ君、ここだ。ナイス。そして力の融合。これはドッグだ。俺の運気を見やがれ。このシュートを体で止めるつもりだ。ボールの勢いも止められない。これはタッチを終わります。イタリア、この位置からのスローイン。ゴールを狙う。これは見事にキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。マリーヌ君、ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。ハイネ君、妖精のように待った。これが妖精。ナイスプレー。
センターラインを越えてテレクトで止めるんだ。やったぜ、体ごとぶつかっていった。よっしゃ、奪い返した。カルス、今のは低い。その調子、その調子。ハンデを回す。フランセスコ君、ボールを奪うことができません。もらった。これはボールです。薄いぞ。ここは当たってません。フェデリーコ君、左へ預けます。クレデンが来ました。シュナイダー君、パスを出します。鮮やかなジャンプ、スライディングで止めた。サッカーは勝った者が強いんだ。見せつけられるのか。シュナイダー君、モノトモナイスだ。これは行くぞ。狙いを取った。一撃、これはただのファイヤーヒットではないぞ。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。パントキックで大きく蹴り出した。クレスター君、激しいタックル。フェデリーコ君、ボールを奪うことができません。敵陣へ攻め込みます。ハイネ君、なんだと。あっと、このプレーは豪快、そして精密だ。二人の必殺シュートだ。このタックルは不発に終わります。ヘルナンデス君、がっちり止めた。パントキック、どこまで運べるか。ここで奪った。体ごとぶつかっていった。長い距離のスルーパス。ハイネ君、ここは抜かせません。ハイネ君、妖精のように待った。水止めるんだ。ハイネ君、ここからチャンスを作れるか。ここから一気に攻め込みたいところ。シュナイダー君、ボールを浮かせ高く足を振り上げる。これはさらに威力を増したファイヤーショットか。これを左から抑えに行く。狙いつつまだ満足はしていないぞ。やったね。行くぞ。カイスファイヤー。巻き返してくれ。そうだよ。よっしゃ、飛び越えた。攻めさせるぞ、みんな。反撃、勝てない。まあまあじゃねえか。ボールを奪った。ハート、こいつだ。ドリブルを見送る。クライナー、内側のクロス。勢いを加えてシュートを放った。ミューラー君、これはキャッチできない。ハイン君、ロングボールを送る。ロングパスだ。ロングボールを送る。タロー、ハイネ君、激しいタックル。妖精のように待った。ハイネ君、ここは勝負を避けた。いける。タックルが炸裂。トリノ君、渾身のパスを味方に送る。チャンスが決まった。いける。鋭いスライディング。トリノ君、パスを出します。ルチアーノ君、もらった。センターラインを越えて蹴り込む。シェフター君、スライディングでカット。よし。フランチェスコ君、ボールを狙うも届かない。敵陣へ攻め込みが。マーガス君、飛び越えた。ドリブルでボールを運ぶ。シェスター君、ここからチャンスを作れるか。シュナイダー君、ここはパスを出した。カルス君、低い姿勢で吹き飛ばした。ハリエナイズ、バサレロ君、激しいタックル。フェデリーコ君、どうだ、抜かせません。ルチアーノ君、アザバランスのドリブル。マガトゥ君、このスライディングが決まった。ハイネ君、ゴール。やな、軽やかなステップからデッタリーシュートだ。見えた。正面でガッチリキャッチ。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。